Hello and welcome back to Zone of the Enders. This is where I need to use a decoy. Okay. All right, let's do this again. We're feeling this one. Alternatively, I could be using the gauntlets. Mm-hmm.
more damage than he is to me. But guess what? Yeah. You're down, sir. I could have used my comet or my gauntlet. What was that? No more rockets. まだ他に敵はいるって。そう考えるのが妥当です。今度は破壊しろって言わないのか。いえば破壊するのですか。いや、今までの行動から人間の命を守ろうとするあなたの行動原理を理解はしています。非合理的な行動ですが仕方ありません。 Truth is, you can't save everybody. So let's make a save. Atlantis 号 より入電です。こちら Atlantis。あなたにその機体を引き渡してもらう相手と連絡がついたの。サンダーハート、私の仲間よ。つなぐわね。こちらサンダーハート。レオ、聞こえるか？はい。なんだ、子供じゃないか。エレナ、本当にこっちに死んだアランの代わりが務まるんだな。そんなこと知らないよ。
頂付近に飛行体のオービタルフレーム、過電粒子砲を搭載している模様です。このまま障害物のない空中からダムに接近することは自殺行為です。じゃあどうすれば？山の斜面に川状の用水路が設定されています。用水路の谷沿いに低空飛行して川上に向かう方法をお勧めします。用水路を川上にか。That's what we do.Because I'm done with the decoy. It has done its job and I better just ready the gauntlet. Oh, that's much better. Can get this too. Item を取得しました。 We got items. We have weapons. One, two, three, four, declare for war. That's the boundary. We got the bounder. So now we follow this area right here to this spot.
Because of course there's going to be resistance. Why wouldn't there be? More decoy. Love the deadlock. Yet they fall down like a bitch. アイテムを取得しました。
down. Thanks for the deadlock. Now you're done. Mummy! Think that'd be just about everything. Thank you. Thank you. Whatever you are, give me. Shut up. You're in the way. Sit down. You too. ここが目的地か。どこに入り口があるんだ。上空よりオービタルフレーム接近。
switch to Bounder. Oh yeah, that'll work. Good night. Rock Thunder Heart より入店です。Thunder Heart。本機を引き渡す相手として登録されています。あいつか。妙坊主、にしてたか。ダムよ。ダムには着いたか。うん。よし。そのダムには、麓の湖から水を引き上げる地下水道を通って、滝の出口から中に入って、そのまま降りていけば、地下の通路を通って、リニアドライバーのある倉庫エリアに出られるはずだ。そこで落ち合う。できるか。坊主、できるのか。やってみなっちゃ分からないだろう。そりゃそうだ。待ってるぞ。好き勝手言ってくれる。Oh well. It is what it is. Let's go. Yes.You prompted me to save. Of course, I'm going to save. バイオラ、ノーマンだ。輸送途中の目標アルファを奪取した。そっちの状況はどうだ？たった今、ナイトレーダーがやられた。ネビラック。バイオラ、お前の方はどうだ？例の準備はすでに終わっている。機体の自動修復も完了した。何の問題もない。嘘をつくな。せいぜい 50% というところか。素手でも倒せると言ってるだろ。早く奴とやらせろ。慌てるな。ブラボーならすぐそこに向かうさ。それよりバイオラ、このミッションが終わったら、私のセルキスを使え。お前にくれてやる。愛機を譲るほど新しいおもちゃが気に入ったか。アヌビスはいい。想像を接する。オービタルフレームなんざ、所詮はランナー次第だ。それがあんなガキだ。来たか。先生に復帰する。私も直に向かう。それまではかからん。取っておけ。アヌビスを試したい。任務に戻る。私の獲物だ。この辺りか。誰もいないわ。何？前方に敵へ。
続きをしようか。Let's switch to. Let me have. Let me. Oh. Oh, yeah. That'll. Oh, yeah. 40? Yeah, I can work with that. Okay, I got gauntlets. So I got plenty of gauntlet. Let's get gauntlet on the go then. Let's go. To switch. Mommy. Ew. Got it! Oh! I got her good too. お前が殺したから僕は
鍋に。それなら早くとどめを刺せばいいだろう。言われなくと。うわあ！どうした？なぜ迷う？早く殺せ。言うなよ。殺せなんて。とどめは刺さないから。分かっています。それより次は強制的にコクピットを切り離します。今後あのような行動は慎んでください。ああ。私は命のないただのプログラムです。私を守るような行動は非常に非論理的です。そんなの関係ないよ。前方に動体反応確認。モニターに回します。あいつだ。やつら最後の手段に出会った。このコロニーごとその機体を爆破するぞ。コロニーごと。このコロニーの内側にはここから宇宙港に伝わる輸送ブロックだ。その何か所かに爆弾を仕掛けたらしい。もしそれが爆破すればコロニーは重心を崩して木星に飛ぶ。ひどい。それだけ重要なのさ。やつらにとって孤立の存在は。そこでだ、お前にもう一働きしてほしい。え？お前がその爆弾を探すんだ。そんな。あの赤いやつとの戦いを見せてもらった。認めるしかない。俺はお前のようには操れん。坊主、コロニーを救えるのはお前だけだ。嫌だよ。何勝手なこと言ってるんだよ。レオ、聞いてくれ。自分でやればいいだろ。なんで僕を巻き込むんだよ。もう勘弁してくれよ。なんでだよ。なんで僕ばっかりこんな目に。行こう、レオ。あなたにはそれができるんだから。Sure. セルベスも私も一緒に行く。だから一緒に行こう。ダメだよ。危険すぎる。She's pretty much your girlfriend at this rate. 偶然みたいなもんなんだ。今度こそ本当に死んじゃうかもしれないんだぞ。大丈夫。あなたが守ってくれるんでしょ。Never mind. That's some straight Tomino shit right there. お前にはこうする必要があるようだね。セルベス。セルベス。Shut that rib. あなたが守ってくれるんでしょ。
セルビスを頼みます。わかった。こちら任せろ。お前は自分のやるべきことをやってくれ。Oh, he's pissed now.中央に向けて電磁射出が行われます。周りのコンテナごと強制的に射出されますので注意してください。輸送ルートが固定されました。到着は約5分後です。しばらくの間は衝突の危険もありません。やっと一息か。セルビス、大丈夫かな。心配ですか。そりゃ、ね。She's my girlfriend. 少し話をしませんか。もしよろしければですが。別に構わないけど。現在遂行中のミッションに対する搭乗者の生還率を計算しました。最大限甘く見積もって 8.7% です。あなたは今まで何度もジェフティーから降りたいと訴え、そのための機会も何とかはありました。それなのになぜあなたは今ここにいるのですか。また説教かい。いいえ、単なる好奇心からの質問です。さあ、なんでかな。今までの経緯から導き出せる理由がいくつかあります。1、敵戦力の過小評価に起因する過信。2、自滅の危険性を補うほどの報酬への欲求。3、同乗者の生命が脅かされたことに対する感情的な復讐。そうかもしれない。よくわからないよ。いずれにせよ論理的でないことに変わりはありません。今ならまだ引き返すことが可能です。私はあなたに死んでほしくはありません。エーダ、あのさ、僕の小さい頃の話をしていいかな。どうぞ。僕は小さい頃からいつも一人ぼっちだった。父さんも母さんもめったにうちにいることなんてなくて、3人で一緒にどこかに行くことなんて本当なかったんだ。僕が10歳になった時、父さんが木星に行くことが決まって、久しぶりに3人で食事に行った。嬉しかった。でも食事の間中、父さんと母さんはずっと喧嘩してて、喧嘩の原因は僕をどっちが引き取るかだった。二人とも僕を引き取りたくて喧嘩してたんじゃない、相手に僕を押し付けようとしてた。分かってたんだ、僕はいらない子だった。ずっとそうだった。友達にも学校の先生にも僕はいらない子だった。僕がいなくなっても誰も困らない。僕が死んでもきっと誰も悲しまない。僕がここにいるのは多分ここでは僕が必要とされてるからだと思う。セルビスがいて、君がいてよくわからない僕に命令する人たちがいて、こんな僕でも必要としてくれる人がいるならそのために生きるのに。そのために一つしかない命をかけると。わからない、間違ってるかもしれない。でも君と一緒ならやれそうな気がする。まもなく中央機関部に到達します。敵オービタルフレーム多数、機関部到達と同時に戦闘が開始されるものと予想されます。十分に注意してください。わかった。私もあなたを
けです。悲しむことはできませんが、どうか命を粗末にしないでください。わかった。まもなく機関部に出ます。So you know what? I'm gonna do that. For in the next part, should be the last one. Here's to hoping. Stay tuned. The final episode of Zone of the Enders is coming at you right after this. Thanks so much for watching.